皆さんこんにちは、ムチョと申します。ついにディープインパクトの孫覚醒かっていうことでですね、いや実はこれっていうのも一つの課題だったんですよね。まあもうね、世界のキエヴファンが注目するこの血筋なわけですけれども、意外にもですね、そのサイヤーラインっていうのはこれまでちょっと心配な点っていうのもあったんですよね。というのも、まずはその直視がフィリーサイヤー傾向だったということ、超大物 G1 を複数勝利勝つ馬っていうのが、まあ、ジェンティルドナやグランアレグリアなど、まあ、かなりそちらに多かったっていうところはあったんですよね。もちろん日本ダービー勝ち馬などはですね、絆、ワグネリアン、マカヒキなど、まあ、多くの頭数っていうのは出してたわけですが、なかなかねその後一つ二つと複数勝っていく馬っていうのが、まあ、出づらいっていうところもあったと、まあ、ですからそんな中でのね、まあ、最近のシャフリヤールのドバイ勝ちだったり、まあ、あと何よりねコントレイルのまさに父を継ぐような三冠制覇っていうのは、まあ、非常にねそのサイヤーラインをつなぐっていう意味でも、まあ、筆頭後継としてね頑張ってくれるんじゃないかっていう期待はあったわけで、でそしてこれまでのその後継たちの活躍っていうのもですね、これもまたちょっとしたねフィリサイヤー傾向にもあるっていう風に言われてたりしたんですよね。なかなかボバに大物が出てこないっていうのは、これはね絆に限ったことではなかったりもしたと。やっぱりミッキーアイルもですね、同じく車代共用ですけれども、メキエールやナムラクレアなど、まあ明らかに牝馬のねスピード性長けた馬たちが揃いますよね。そして里のアラジンなんかも、ボバで言えば芝でね勝つのが非常に難しいような状況、他車代で言えばリアルインパクトやディープブリランテなんかも100頭を超えるようなですね頭数を集めた時っていうのもありましたけれども、やっぱりなかなかねボバの G1 馬っていうのは出てきておりませんでした。まあこれもまたですね、ほんと絆と同様に特定の競馬ファンからはですね、まあちょっといじられてしまうようなところもあって、まあまずはやっぱりね、その金亀派かディープ派かっていう、ちょっとしたね、ライバル関係みたいなところもあるわけで、金亀系推しの方からすると、逆にやっぱロードカナラとかはですね、どんどんボバの大物、後継商売っていうのが、まあ、出ていたっていう状況もあったわけでですね、ルーラーシップからも奇跡などの後継商売出ていたわけで、確かに数では負けているけれども、大物っていう意味では金髪系が勝ってるんじゃないのっていうね、まあ、意見っていうのも出ていたわけで、あとはそのサンデー系内で言ってもですね、やっぱり派閥っていうのはあって、どちらかというとその孫世代で活躍馬が出ているのは、まあ、やっぱりブラックタイド系、まさかのね兄の系統からイクイノックスが出たり、そしてステイゴールドからもですね、ウシュバテソーラやエポカドールなど繋がっていましたし、そしてハーツからもね、まあ、スワーブリチャードという馬が出てきたということで、まあディープ系大丈夫かっていう目線はあったわけで、これだけ言いながらおそらくディープはミッキースワール1頭のみだったと思いますんでね、確かに割合的に言うと少ないっていうところはあったと。まあただですね、まあ最近の活躍見ていただければ、この流れ完全に変わってきてると言っていいのではないでしょうか。まあもう何を隠そうですね、そのサイヤーラインをつなぐって意味でね、最も重要になってくるクラシックにおいて勝ち馬っていうのが出たわけです。いやもうこれはね、絆だけじゃなくてやっぱりディープのサイヤーラインっていう意味でも非常に大きな勝利になったのは間違いないでしょう。でさらに言えばですね、これは2着のコスモキュランダにも言えることで、本馬もディープの孫アルアインサンクっていうことになりますんでね、まあちょっとそのディープ貢献の中で言えば価格的評価的には落ち着いた意図だったと思いますけれども、まあそんな中からもね、こうやって血をつなぐ可能性もあるような馬が出てきたっていうのは、まあやっぱりねディープの血の偉大さっていうのを感じるところです。そして他にもですね、絆サンクのサンライズジパング、ホープロサンゲ、そしてディープブリランテサンクのアレグロブリランテなんかも出走馬がいたわけですから、まあもちろんねこの数っていうのは孫っていう意味では、まあ、最多っていうことになるでしょう。で、これだけにはとどまってないですよね。もちろんね、これがそのディープらしい芝の王道の舞台での G1 勝ちということになりましたけれども、ダートロ戦においても G1 馬が出たわけです。若き志向系、リアルスティールからフォーエバーヤングさん、もう日本にとどまらずですね、世界的な活躍っていうのを見せてくれております。まあ本当にリアルスティールはですね、絆に勝るとも劣らない非常に高いダート適性っていうのを、この配合通り見せてくれておりまして、勝率っていうのは 10% を超えていると。さらに本馬はですね、どちらかというと、ボバ優勢な活躍傾向にもあったりしまして、まあそういった意味でも非常にね、
いや、このラインにおいては重要な一頭となってきそうで、ヤングさんこそ中距離コースですけれども、意外とね、あと短距離の適性なんかも非常に高く、まあ本当に地方も含めてですね、スタートにおいて非常に需要を集めそうな一頭であります。まあやっぱりこれだけね、ディープ後継がいて、やっぱりそういうストームキャット配合とかね、アメリカ系の繁殖とつけられた馬たちっていうのもいるわけですから、もうやっぱサンデーサイレンス系の中でダートのゴールドアリル系があったように、まさにディープインパクトもですね、まさに地中釣りのそういう芝中長距離サイヤーとですね、ダートサイヤーっていう形で、またここからね、枝分かれしていく可能性っていうのはあるんじゃないかなと思います。まあむしろ今のところはそういうね、ダートサイヤーというか万能サイヤーが、まあ、かなり目立つ状況ではありますけれども、まあ、こうやって絆からね、クラシック勝ち馬も出ましたし、リアルスティールだってレイベンスティールのような芝での重賞馬も出てますし、そしてやっぱりグレーターロンドンとかシルバーステート、そして新種馬フィエールマンなんかは母系もヨーロッパ色が強めで、まさに地中釣りのね、芝の王道適性を引き継いでる馬たちじゃないかなって思いますんでね、まだね、シルステもグレーターロンドンもこれまでの世代は質量がそこそこっていうところからも、そういった G1 馬とかは出てきてないですけれども、まあまさに絆と同様ですね、一気に質が上がってくる世代が来れば、やっぱりね、芝の大物後継出てくるんじゃないかなと思っておりますし、そしてフィエールマンもですね、やっぱりその王道の適性ではノーザンファームさんも評価していて、結構な頭数初年度からいますんでね、まあその逆にダート適性はどうかも、やっぱり芝中長距離においては、いや、大きな一発ね、期待できるまではあるんじゃないかなと思っております。やっぱどうしてもね、ダート適性を取るか、それともやっぱり芝中長距離にするかっていうのは、こうトレードオフな関係性のような気がするんでね、例えばファニアとかゴールドシップは非常に分かりやすい感じになってますよね。まあ、ですからディープ系においても、そういったね、タイプ別のサイヤーラインでどんどんつながっていくっていうことにはなるんじゃないかなと思っております。他世界で言えば、サクソンウォリアーからビクトリアロードという G1 馬が出ておりますし、スタディオブマンからも重要2歳重賞勝ち馬が出ておりますし、そして何よりね、世界の代表3区オーギュスト・ロダンが、まあ、これだけの偉大な実績を引っ提げてね、来年からサッドインして、まあ、多くの大物を輩出してくれるっていう可能性は非常に高いんじゃないかなと思っております。もうクールマーさん、オブライエンさん、ガリレオ級のね、初号が価値を持っているとおっしゃっておりますんでね、まあもう世界においてもサイヤーラインの土台っていうのは揃ってきたんじゃないかなと思います。他障害になりますけれども、番宣の3区色ごとしも G12 勝目上げましたしね、平地でも3勝クラスまで行っていた馬ですから、もしかしたら熊本の星としてね、商売入りする可能性もあるかもしれませんし、まあ本当にバラエティ豊富なね、ラインナップ揃ってきておりますよ。本当その障害っていう意味でもこの地は適性高いんでね、まあどんどんですね、この調子で孫世代からの G1 誕生に期待したいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。